はい、さい、巨人人生やっております、タカッチでございます。よろしくお願いします。ということでやっていきましょう。プロスピ応援団やってきましたね。今回はですね、このプロスピ応援団の、最短累計回収方法というのをやっていきたいと思います。このプロスピ応援団ですね、今までは、ポイントでね、累計やってたんですけども、今回からはちょっと仕様が変わったみたいで、応援団の希望人数数で累計を回収していくという方法に変わっております。で、こんな感じでですね、人数と、ゲットできる報酬が載っています。で、SランクOB契約者は何人かというと、こちら300人ですね。300人で S ランクがゲットできると。で、このプロスピ応援団1試合で最高3人応援団が来るんですね。なので単純計算で最短100回で300人に行くと、かなり緩和されたんじゃないかなと思いますね。で、じゃあこの3人集める方法なんですけども、まず1人目はですね、試合の勝ち負けに関わらず試合をすれば1人来ます。で、2人目が試合に勝つと2人目をゲットできます。で、3人目が自走車の画面で活躍ゲージポイント200ポイントをゲットできれば3人目をゲットできます。なので自動試合にすると最高でも2人しか来ないことになりますね。で、もし試合に負けてしまったら1人になってしまうので、ちょっと効率が悪くなるかなと思います。なので無課金、微課金の方は自走車必須になってきます。ただ実際ね、一緒にやっていきながら見せたいんですけども、まずこの画面になるかと思います。この画面で選ぶところなんですけども、こちらですね、星1を選んでください。一番上を選ぶ必要はないですね、必ず試合に勝たなきゃいけないので、エールの数は全く関係ないので、上ではなくて一番下の星1を選んでください。一番上だろうが一番下の星1だろうが、来る人数は変わりません。最高で3人です。なので星1を選びます。星1を選んだら次にこちらの画面ですね、こちらでは、自動操作はオフです。はい、オンにしたら最高で2人しか来ないのでオフにして、2倍試合もする必要はありません。オフで大丈夫です。2倍試合も、やるとね、6人来るわけではないので、2倍試合でも3人しか来ないので2倍試合もオフで、出番スキップ選択もチェック入れといてください。この状態でスタートします。はい、試合が始まって、まずここで1回プレイをしましょう。スキップしたらダメですよ。プレイをしましょう。 OK、 無事ミッションクリアすると、はい、これで3人目ゲット。あと試合勝てば OK です。で、こっからは試合の展開を見て、今ちょっとね、負けちゃってるので、スキップ本当はしたいんですけども、負けてる時はプレイしてください。で、もしね、全然圧勝だなっていう場合は、もうスキップすればもう OK。これで完了でございます。じゃあ、こっちの場面は飛ばします。はい、無事試合に勝利することができたので、これで3人ゲットでございます。で、ちなみになんですけども、この経験値獲得、まあ今ねちょっと 1.8 倍にはなってるんですけども、星1だろうが星3だろうが経験値は変わりません。なので、星1をね安心して選んでやってください。はい、これで3人ゲットでございます。で、最後にこの画面で選ぶ応援団なんですけども、ボーナスポイント全然ね、累計撤退の方は関係ないんで無視しちゃってください。で、 D ランクだろうが B ランクだろうが C ランクだろうがこちらも関係ありません。で、星1でもねちょっとねスピリッツ低いな足りないなっていう方はスピリッツを優先的に選んでもらって、スピリッツは足りてるなっていう人は、バッティングでね自走車することが多いので、ミパをね優先的に上げていった方がいいんじゃないかなと思います。これはねちょっと人それぞれ変わっていくんですけども、スピリッツ低い人はスピリッツをまず優先的に上げてもらって、足りてる人はミパを上げるといいかと思います。はい、ということで今回は以上になります。この動画ね役に立ったよという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで残りプロスピ応援団頑張っていきましょう。バイバイ。